先輩たちのさ、年上だから偉いみたいな理論マジで嫌なんだよね。この前短期だけど留学行ってさ、そういうとこ海外めっちゃいいなって思ったんだよね。あ、そうなんだ。だよね。だから来年は長期で留学とか行きたいんだ。そうなの。すごいね。なんか太郎といると頑張ろうって思うわ、いつも。いや、ほんとそれな。私も太郎いなかったらすぐ辞めてたよ、サークル。いや、なんかすごいあれだよね、人としての相性みたいな、めっちゃ最高じゃないね。いやー、なんかお互い30歳とかになってさ、相手とかいなかったらマジで結婚したいぐらいのレベル。え、あれだよね。じゃあ30になってもお互いぼっちだったら結婚ということで。はい。弱すぎ。どこ留学行きたいの？